まあ、それでちょっと次の話題に移るんですよね。結局ですね、この問題の一番大きな問題、ちょっとコロナとよく似てましてね、新型コロナウイルスが出てきて、今、騒いで、まあ、大変なことになってるんですね。しかし、だんだん、分かってきたのは、死亡率も含めてですね、それほど日本人は大きなリスクが少ないと。で、ただ、高齢者とか持病を持っておられる方とか、まあ、こういう方々のリスクが高いのは事実ですけれども、他の分野で考えてみると、まあ、インフルエンザとですね、そう大きな違いないというか、それむしろ低いんですよね。だから問題は、インフルエンザの場合には、ワクチンがあったり、特効薬が、治療があったりしてるんだけど、まだそれが開発されてないんで、いや、何もリスクない、大丈夫ですよっていうようなことは私もまだ言いませんがね。ただ、一つ正しくこれを理解して、まあ、怖がるというかね、やらなきゃいけないんだけども、無意味なこの恐れ方をね、してるところがあると。これ放射線とよく似てましてね。で、特にウイルスの場合はね、よく考えてみたら、これももともと人類っていうか、生物が宇宙から出てきた時に、まあ、いるわけですよね。で、それを体に取り入れながら、他の微生物、細菌とかというのも取り入れながら、人間の細胞を作ったり、体を作ったりしてきてますよね。で、同じように放射線も宇宙ができた、誕生した時からあるわけですよね。で、その中で我々生物が生まれてきてるわけですから、もともと放射線自身もですね、のある中で生物が進歩発展してきたというのは現実ですよね。で、しかも、そのいわゆる半減期っていうのがありますからね。まあ、長いのやったら何十万とか経ってようやく、この放射線の量が半分になるとかこうなってくるんだけど、それから考えると、宇宙ができた時っていうのは、おそらくもっと高い放射線量がですね、存在してて、そこで人類が誕生してきてるんですから。そもそも、先ほど先生がおっしゃったように、まあ、放射線がね、特に低線量率の放射線の中ではね、全く問題ないというのが、常識的に考えてもそうだなと思うんですけれども、この辺のこの自然界の中に存在しているね、まあ、歴史的なこういうことも含めて、ちょっと先生の方からご説明いただけますでしょうか。放射性物質というのは、放射性崩壊といって、1秒間に1回核崩壊が起きるというのを1ベクレルという単位で言うんですが、これずっと、まあ、一番半減期おっしゃったのは、一番短い、まあ、代表的なのは放射性要素131は8日ですよね。8日ごとに半分になってきますが、もう存在しないと。で、セシウム134が2年ぐらいで、137が30年ぐらいと、ストロンチウム90が29年と。で、まあ、それよりいろいろな放射性物質がありますけれども、半分半分でずっと、まあ、最初の生命誕生のことっていうと、まあ、約38億年前と40億年前、この頃まで遡ればですね、当然、今の概算値すれば数千倍とか数万倍の放射線が強い放射線の中で、最初の単細胞生物が生まれ、それから魚類が生まれ、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、哺乳類、鳥類というふうに進化してきていますから、あそこの毎時少なくとも、まあ、100マイクロシーベルトぐらいって全く問題がないと、これはもう世界の放射線医学の知識がある人は常識なんですね。毎時100マイクロシーベルトですね。どんなに低く、まあ、かなり低く、安全性を十分にとっても、毎時100マイクロシーベルト以下ぐらい全く問題ないと。そうしますと、それぐらいがもしですよ、問題だとすれば、とっくにもう人類も地球上のほとんどの動植物は絶滅してますね。それから今、やはりよくお勉強されてておっしゃってくださったのは、遺伝子もどん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 進化をする。その時に、まあ、これまたもう一つ、少し、まあ、お話違うかもしれませんが、ミトコンドリア DNA というのは、母方からずっといきますけれども、これももともとは外来生物が入ったという説も有力ですから。で、ウイルスというのもたくさん入っていますし、例えば京都の山中先生の iPS 細胞は、人工的にがん遺伝子を、人工がん遺伝子を4種類、山中ファクターといって入れることによって、 iPS 細胞化を無限増殖する、要するにイモータリゼーションという、不死化ですね。それによってたくさん、細胞培養できるようになったということでですね、遺伝子を、いろんな遺伝子、ウイルスからの遺伝子を取り込みながら、うまく矯正しながら、人類までですね、進化をして生きているということなんですね。ですから、今回もウイルスというのは、もちろん数億年、数十億年先輩ですから、ワクチンはもちろん開発しなければいけないと思いますが、相当副作用も出る可能性がある。で、またちょっと型が変わったら、どんどん次々
に出てきますから、ですから私はさっき言いましたように低線量放射線医科学センターみたいなのを作って、人類の福祉健康に貢献できるような道もですね、やってみられたんではないかなと思いますけどね。この低線量率、その今何医療の低線量放射線医科学センター、まあ、医療にも活用するということですね。不要危険だと言われたものを人類の財産として活用するということですね。放射性廃棄物を、でこの話はまた後で後ほど最後にもう一回聞かせていただきますがね、要するにそういう低線量率の放射線は上手に使えば、さまざまな人類に有益な、まあ、あの要するに、がんとか病気の治療も含めてたくさんあるということですよね。で何よりも一番大事な根拠となっているのは、そもそも初めから、あの放射線の中で人類は生まれてきているし、でウイルスがいっぱいいる中でまた生きてきているしと、そういうことですよね。だからそこをあの正しく恐れて上手に使うと、まあ、そういうことだと思うんですけど、そういうことですね。でそこがあの正しく恐れるのも危険なのは、まあ、放射線医学の面で危険だと言われるのは毎時1シーベルトと、でマイクロは100万分の1ですから、で長期低線量率、長期間継続して当たる場合ですね、長期間継続の場合は、まあ、1時間あたりとミリシーベルトオーダーですね、ぐらいは気をつけましょうという程度のことですから、マイクロですので、まして0.1とか、11.4 だと、年間まあ、11.4、まあ、10レベル前後ぐらいですね、数字マイクロぐらい多いですけれども、その辺は全く問題がないということですよね。そうですよね、しかし なんでこのね、当たり前のこのことが、まあ、科学者なら全部本当は分かってるはずですよね、これなんでこのね、当たり前、僕らまあ素人ですけれども、そうですよね、聞いたらすぐ分かるはずなのに、これ科学者がしかしそう言ってる科学者がいるわけでしょ。低線量率放射線があの研究が進んだのはですね、最近特にここ20年ぐらいなんですね。ですから年配の先生方は、先ほど言いましたご存知でも高線量率放射線の研究しかしたことがない。で国会の衆議院の厚生労働委員会はじめ、高レベル放射性物質、高線量率放射線の頭しかない方々が、まあ、どうも私がいないところで不在裁判みたいに私も攻撃されてたようですけれども、私は発言権もない、呼ばれなかったん で皆さんあのインターネットで応援してくださって大変嬉しかったんですが、お礼申し上げたいと思いますけれども、あの要するにですね、高線量率放射線しか知らないと当然正しいんです、ゼロに近づけるように努力しましょうと、これでいいんですが、こと今回は低線量率、しかも極低線量率マイクロの話ですので、ここ20年にもう本当にもう歯を食いしばって、少数派マイノリティです、私もマイノリティですがやって、でも一応世界的にはもうどんどんそういう先生方がたくさん現れてくださってですね、私もあの結構まあ海外では評価してくださる方はしてくださってということですので、低線量率ですから、年を年配の先生にお聞きすればいいということではなくて、やはり低線量率放射線を実際にまあ寝ずに徹夜をしたりして一生懸命頑張った先生に、実際のそういう研究者に専門家に聞かないとダメだということだと思います。低線量率放射線を発生させたりするのが今までできなかったということですか。その施設がなかなかなくて、カナダと日本やって、あと日本でもそのですから同じなんですね。セシウム137宣言を主に使うんですね。私も使いました、いろいろ使いましたけれども、セシウム137、まして邪魔者扱いされている福島のお荷物と言われているあれが宝物でしてね、もう一かけらで数億円しますので、これをポーッとこうあの出てきますと、距離の2乗に反比例して放射線が弱くなってきますので、で線量率を測って、そこで動物実験から基礎研究からスタートして、それは私がやって論文までまとめているということが元にあって、その後人間の患者さんでやってるってことですね。なるほど、この話を聞いてると全然違うんですがね、話が、MMT の話が今また頭によぎりましたね。 LMT ですね、 MMT ね、モダンマネタリーセオリーっていうね。あ、そっちですか、はい、こっちの方ね、先生こっちの方行って、要するにこれも、まあ、今先生がおっしゃってることも新しい新事実ですよね、放射線のね、でそれがだんだん皆さんに分かってもらえるようになりつつあるんですけれども、MMT モダンマネタリーセオリーというのはですね、もともとようやくこの10年20年ぐらい前から出てきたんですが、本来存在というか、この考えは実は筋本位制でなくなった、つまり筋本位制でなくなったのはですね、1972、3年かな、要するにベトナム戦争でアメリカがもう事実上負けて、で莫大な軍事費を使ってですね、昔ドルは金との打艦紙幣であったんですね、最後に残った唯一のそうだったんですが、それがもう、金の保有を、していたら、お金を
出せないと、うん、というので、うん、打感をやめますと、うん、でそれがまあドルショックとなってですね、うん、一気にドルの値段バーッとこう、うん、為替レート下がりましたけれどもね、うん、でしかしそこで安定してですね、うん、その代わり為替の変動は当然なるんだけれども、うん、金の保有と関係なしに財政政策ができるようになるというので、うん、アメリカもう一度復活してきたんですよね、うん、で同じく日本も金の打感はしてませんし世界中どこもないですから、うん、自国建ての通貨でそういう財政政策するにはですね、うん、全く問題がないという事実がもうあるんですね、うん、あるんだけど今の経済学というのは金本位制 を前提にした経済学の数学の式が全部成り立つやってるんですよね。だから古いんですよ。だから先生の話聞いても、ね、LNT 仮説と公正領域の頭から抜けられると同じですね。同じんだ。だからこれ本当ね、だからしかもそれは経済学者にしてもね、高名な経済学者の人もそれなんですね。だから高名な放射線学者の人も、その新しいその事実を分かってない人は、ついていけないわけですな。ですから本当にですね、静かに冷静にですね、小さなセンターでも研究室一つでもいいですから、うん、1日の今本当私無駄だと思うんですよ、うん、火力発電所の1日の燃料代百数十億円、うん、もう10年近く経ってもう数十兆円、うん、40兆円というお金をですね、たった1日分の百数十億円、その何分の1かでも10分の1でもあれば、うん、センター一つ小さにできますから、うん、それを静かに作って冷静に客観的に患者さんに治っていただくと、うん、いうことをやればですね、誰もこれはもう本当に大喜びされると思いますね、その先生方も含めてですよ、ね、政治家の皆さんも民間の方もですよ、うん、でまして私は本当にまあ、お伝えしたいのはがん患者さんをはじめとする難病の患者さんたちにですね、うん、ぜひですね、そういう毎日科学的に全く無駄な火力発電所を、うん、古いのを稼働させたりですよ、うん、で原子力発電によって全く無駄な止めたりとかですよ、うん、こう手で言えば赤切れになった腕を丸ごと交換するようなことやってるんで、うん、私よく言うのは 100÷100 は答え1ですよね、うんうん、取る割るをかけると見誤ると 100×100 1万になっちゃうんで、うん、ですから数百億円で済む話を数百兆円使っちゃおうっていうのが原子力のこの誤解で、日本をはじめとする世界中人類がですね、でまして今回台風がひどいですが、実際にこれは避難しなければいけません、うん、でそれで、いろんなお金もかかりますよね、インフラ整備災害対策で皆さんへ臨時福祉給付金として差し上げなきゃいけない。ですから本当にその人類全体、これは反原発に関わらずですね、自分たちの首を絞めているようなことなんで、これは科学的にきちんとやられた方がいいなと。